はいどうもカパイン長です。じゃあねまだまだいきますよ。今日この動画はね、菅さん、菅前首相、もう一個のチャンネルの方でも今日菅さんの話見ましたけどもね、菅さんどうしちゃったんだろう、どうしちゃったというか結局はね、日本社会全体もそうだし、あと、自民党はもうそもそもね、反日売国つぼ移民党じゃないですか。で結局反日売国税、要はこの安倍さんが亡くなってからもう抑える人がいなくなったんで、邪魔者がいなくなったんでね、反日売国税にとってはやりたい放題になってきているからこそ、菅さんもね、もともとそういう人だったのか、あるいはそういうやつらに絡まれてね、いやノーとは言えないだけなのか、ちょっとよくわかりませんが細かいことはね、とりあえずほらね、とある半島もあの国に出かけてったりとかさ、でこっちはこっちで移民政策ですよね。なあ、もう思い切って方向性をね出さなければならない時が来たみたいなこと言い出しちゃうんですよ。つぼ移民党だからな。特に菅さんに限らずね、だってこれもだって結局反対の声を上げる人なんてもう数えるほどしかいなくなっちゃったじゃないですかね。だからもうね、LGBT だけじゃないですよね。移民政策だってもういよいよ、ね、もっと露骨に、我々日本国民を、だからもう完全に、あれだな、納税係、だから養分としてしか扱わない。ね。そういう政策でしょ？ね。坪井民党の移民政策ってそういうことだよね。で、菅さんが、早期解散そんな状況じゃない、移民政策について思い切って方向性を出す時期、思い切った方向性って何のことを言ってるか、それは分かりますよね。坪井民党ですよ。どうするのか、移民政策、移民について、真正面の議論を避けてきたと特定技能を有する外国人労働者を徐々に受け入れるというスピードではもう難しくなってるのが現実だと述べて、だからもうどんどんね、もっともっと、ね、桁違いにもっともっと呼び込むんだって。だから入管法改正とかもね、結局何のためにね、そう思いません？で、移民政策について思い切って方向性を出さなければならない時期に来てしまったのではないか。だから移民政策撤回するっていうんだったら分かるんですけどね、そういう意味で言ってないでしょ、この人だって。だからこれ前提で例えばね、LGBT なんやらとかもあると思うし、あるいはなんかこのマスコミなんかのね、今ワイドショーとかだとほらジャニさんの話だ、昔からよくありますよね、本当になんか国民のこの注目、有権者の注目を集めたらまずいと、都合が悪いと、そうするとなんか全然関係ないなんかこのスキャンダラスなこのニュースネタをこのぶつけてきて、このなんか国民の注意をそらすっていう、この姑息な手段をずっと取ってきたじゃないですか、こいつらは。だからあれが今回のこれなんじゃないのかなって、なんかそんな気がしますけどね。LGBT は LGBT だしでクソだしよ、移民政策は移民政策でもう本当一体日本をどう壊したいんだろうこの人たちはね。お断りでしょ移民なんて。いや僕はそう思ってますけどね。はい、3、はい、断る。でも結局これだってさ、要は民間のこの企業、結局は経団連とかさ、結局はあいつらが、むしろこのなんか安価に、このこき使える労働力として、移民ありきっていう、そういう立場を取ってるわけじゃん。だってあれだな、自民党がそもそもこう内需潰してさ、我々日本国民いじめ抜いてるじゃん。だから当然少子化だって止まらないしね。だから真面目にやる気があるんだったらそもそもね、この経団連と縁を切れっていうんだよな。やっぱり移民はね、僕反対です。僕だけじゃないと思いますけどもね、必要ないですっていうかダメです。例えばそうだな、中東のこのドバイみたいにさ、期間労働者として一定、期間働いてもらう。それは場合によってありかもしれない。でも、一定期間、
働いたら確実にね帰ってもらう、そこは徹底させないとダメですよね。うん、ね、何年以上いたら、ね、次はどうなって、ね、さらに何年以上いたら、ね、この帰化することができて日本に居座り続けることができるとかさ、そのなんか日本にこのなんか永住する、うん、そこに向かってどうこうっていう流れはもうそもそも必要ない。うん、あなた帰りの飛行機代も先払いして来てもらうとかね。うん、っていうかね、もう自民党最近のこの反日売国壺移民党のやり口、昔からそうかな、議論の前にもうすでに、例えばこれだってもうやたらめったら入ってきちゃってんじゃん、すでに。え、チェーン店の店員だって外国人だらけじゃないですか。ねえ、村ごと町ごと都市ごとね、このなんかどっかよその国みたいなとこだってもう出てきてんですから、おかしいよなやっぱりね。うん、まあ世界各国で問題を起こしているこのクルド人なんかはね、確実に日本社会、日本には手に負えないと思いますよ。うん、ね、だからルールを守って暮らす、ね、この外国の方々のためにもルール守らない不法滞在者などには厳しく対応しなきゃいけなかったのに、何もできてねえじゃん。だって取り締まることすらできないようにされてんだからさ。うん、これはもう大失敗もいいとこでしょう。ね、てか菅さん本気でそんな日本社会にしたくて、ね、こういうこと言ってんのかな。ね、せっかくなんかこのコロナ、まあ、完全に終了とかじゃないですけども、ね、コロナ禍、一番このコロナしんどい時期に、ね、総理やってて、でその後で、ね、このなんか再評価みたいな向きもあって、まあ嘘っぽいの件といい、ね、この移民政策の件も、ね、どこまで本気か知らないですけども、なんかな、本当坪井民党にはもう残念な話しかないな。ね、うん、いよいよ自民党こそが、ね、日本国民、我々日本社会の、ね、もういくつもある存在する敵のうちの中でも相当でかい一つになっているよね。まあ元からそうなんだろうけどさ、うん、いやもう残念ですね。結局ほら好き嫌いとかじゃなくてね、うん、言ってることやってることでね判断せざるを得ないですからね。菅さんに関して言えば嘘っぽいの件とこれ、またなんか変なのが一個加わっちゃった格好ですけども、思い切って方向性を出すんだったらそれはもう移民政策終了ね、移民難民は一切受け入れないっていう方向にね舵切り直すっていうんだったら評価しますけど、違いますからね。うん、いやあれだな、本当な、うん、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。